バークシャー伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、イングランド貴族爵位。有史以来二度創設されており、現在は、サフォーク伯爵ハワード家が保持する。初代伯、フランシス・ノリス・スチュアート長の帝神フランシス・ノリスは、1621年1月28日に、バークシャー伯爵及び、テーム死爵を授けられた。この女爵が、第一期の創設であり、両爵位もに、 イングランド貴族爵位である。彼が自主を選ぶと、後に残されたものは、諸子、フランシスのみであったことから、爵位は、ノリスダン爵位を残してすべて廃絶した。なお、ノリスダン爵位は、一人娘エリザベスに継承された後、アビンドン白爵バーティケの従属爵位として、現存している。白爵家の限定宅である、チャールトン・パーク・トマス・ハワードは、 ランカスター選挙区選出の庶民委員議員を務めた後、1621年頃にアンドーバー子爵及びウィルトシャー州チャールトンのチャールトンのハワード男爵に除された。彼はさらに1625年頃にバークシャー伯爵に少女したが、これが現在まで続く伯爵以上爵にあたる。一連の爵位はすべてイングランド貴族爵位である。彼の後はその息子チャールズが爵位を相続した。 二大伯チャールズは、チャールズ一世退官式に際して、バス勲章を授けられたほか、後年は、寝室官長を務めた。しかし彼には、子がなかったため、爵位は、弟のトマス、そのまたおいヘンリーの順で継承された。四大伯ヘンリーは、副軍務伯を務めた、定身であったが、1745年に、当園の、第十代サフォーク伯爵ヘンリー・ハワードが死去すると、 サフォーク伯爵を継承したため、これ以降の歴代バークシャー伯爵は、サフォーク伯爵を兼ねることとなり、現在に至っている。以降の歴史は、サフォーク伯爵を参照。現当主である、第14代バークシャー伯爵、マイケル・ジョン・ジェームズ・ジョージ・ロバート・ハワードは、以下の尺を有する。以降の歴代当主は、サフォーク伯爵を参照。彼は助爵に先立つ年に、 父より、ノリス男爵を継承していた。女爵順から言えば、本来は、サフォーク伯爵位を上位に記載すべきであるが、本記事は、バークシャー伯爵の記事であるため、同爵位を優先表記した。ありがとうございます。